2024年5月の15日追加されました。カエルのために鐘は鳴る。昔昔、大変仲の良い2つの国に2人の王子様がおりました。一人はちゃっかり者のカスタード王国の王子様、もう一人は慌てん坊のサブレ王国の王子様。二人は小さな頃から何をやってもライバルでした。これはそんな二人の王子様の冒険の物語です。カエルのために鐘は鳴る、やっていきます。初見プレイです。私これ自分の名前つけてもいいのかな。じゃあチョメにしますか。なんかいいですね、すごく。なんか名作って聞いたんで、ちょっと遊んでみます。任天堂スイッチオンラインに加入してたら無料で遊べますよ。はっはっはっはー。この辺で諦めたらどうだい、チョメ王子。なんだと、今のは少し油断しただけだ。リチャード王子、さあ、もう一度勝負だ。ふふふ、いいとも。さあ、来たまえ、チョメ王子。行くぞー。左下、ライフみたいな感じか。ここはカスタード王国のフェンシング道場。ただいま練習試合の真っ最中。試合を行っているのはこの国の王子リチャードと、お隣のサブレ王国のチョメ王子の2人。この2人の王子は幼馴染で永遠のライバルでした。同い年でルックススタイル、おつむの程度もほとんど同じ。でも武術だけはリチャードになぜか勝てないチョメでした。はっ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 は、また僕の勝ちだ。これで対戦成績は僕の56勝0敗。本当に勝ててないんだな。君はいつになったら僕に勝てるようになるんだい？くっくそー。リチャード様、大変でございます。なんだじ、想像し。そう、それが今届いた情報なのですが、我が国と友好関係にあるミルフィーユ王国が突如現れた謎の軍団ゲロニアンに襲われて占領されてしまったということです。何、ミルフィーユ王国といえば絶世の美女と噂の高いティラミス姫が治められておる平和な島国。それで姫は、ティラミス姫はどうなされたのだ。さて、そこまでは。それは天下の一大事。ち、船だ。港に船を要請。そして我が兵士どもに戦いの支度をさせるのだ。は、そう思いまして、準備はすでにできております。うむ、でかしたぞじ、出陣だー。ティラミス姫と聞いては私も黙っておれぬ。リチャード、私も行くぞ。すごい乗り込んでる。おっとチョメ、君がついてくる必要はない。姫は僕がお助けする。君はその間に剣術の腕でも磨いておきたまえ。はっ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 は。まあ確かにね、私が行っても邪魔になるだけかもしれない。おのれリチャード、抜け駆けは許さん。えい、どこかに船がないのか。あ、もう動かせる。お気の毒に置いてけぼりですな。すごいすごい、もう動かせるぞこれ。そっちに行っても船はありません。誰の声だよ。ナレーションかな。あ、こっちの船乗るの。めっちゃでかい船よ。入ってみる。あ、おい、勝手に俺の船に乗り込んでくるとはどういうこった。えい、私は急いでおるのだ。船の代金を受け取れ。なんかめちゃめちゃお金、何これ、減ってるってこと。私が渡したのか。へえ、この金貨の山は飛んでった。私はサブレ王国王子チョメでサブレ。愛しの姫のためならば金に糸目はつけんです。さあ出発だ。いざリチャードに遅れを取るな。お金そこに置いていくのか。え、コインめちゃめちゃあるじゃん、最初。1、10、100、1000万、10万、100万ぐらい。金に物を言わせた。金持ち王子署名。
リチャード王子に先を越されず、悪の軍団ギロギアンからティラミス姫を無事助け出すことができるのか。さあ物語の始まり始まり。チュートリアルね、これ。なんか音楽もいいですね。本当に初見プレイですからね、私。抜け駆けリチャード追いかけてやってきました。ミルフィーユ王国。着いたところは、シー、ミズ、ミナと迎えに出たのは年寄り一人。おお、またしてもお救いの手が、あなたはあの、著名王子様。おーい、ミナの衆、王子様がいらっしゃったぞ。まあ確かにこっちの方が効率的だよね。一人だけ見張りに行ってから、着いたら呼んでくるって。えらいことですじゃ。えらいことですじゃ。これ、老人、落ち着いて話せ。著名王子様、我々の話を聞いてくださいませ。ティラミス姫様の聖なる力で我々は平和に暮らしておりました。そこへ突然、ギロニアン軍が上陸し、この町にあった全てのものを奪い去ってしまったのです。やはり、あの情報は誠であったか。その上、奴らはティラミス姫様のエクレア宮殿に攻めかかり、ついに宮殿を占領してしまいました。姫様は今も宮殿の奥深くに囚われのみ。という噂ですが、はっきりしたことはわかりません。どうか姫様をお救いください。うむ、任せておけ。必ずや、助け出してみせようぞ。おう、頼もしや、ご無事をお祈りいたしまする。私、まだ人間なんだね。これカエルになるんですよね、多分。どっかで。負けイベントとかあるのかな？なんか家が、言っちゃ悪いけど犬小屋みたいだな。おう、著名王子様だ。噂通り立派な王子様だ。ほんと、このお方なら、ゲロニアンなんて一頃ね。きっとこの国に平和を取り戻してくださるに違いない。わっはっはっは、そうであろう、そうであろう。私に任せておけば安心できるぞ。うっはっはっは。やっぱりリチャード様のおっしゃった通りだな。は？は？リチャード？リチャードが何と言っていたのだ？はあ、今度ここへ来る王子は、おだてに乗りやすい、単純なやつだ、と。それ言っちゃダメなやつじゃん。なぎーおー、この村人バカだな。リチャードがここまで来て、私の悪口。おい、お前たち、リチャードは今どこにいる？リチャード様は兵士と共に宮殿へ向かわれました。くそー、急がねば。リチャード様は兵士と共に宮殿へ向かわれました。リチャード様、もう同じじゃねえかみんな。結託してんな。あ、チョメ、王子様だ。逃げていっちゃったんだけど。まだ全然操作方法分かってないんですけど、私。お母さん、お母さん、チョメ王子様だよ。ほら、お母さん、僕の言った通りでしょ？チョメ王子様はきっと来てくれると思ったんだ、僕。ねえ、王子様、絶対、ゲロニアンをやっつけてね。あいつら、すっごく乱暴だし、僕嫌いだ。これあげるから約束だよ。お、回復のワインを手に入れた。これ酔っ払ったりしない？ワインって書いてあるけど。これ少年、このようなものをもらうわけにはいかぬ。いいえ、王子様、ぜひもらってやってください。あの子はあの子なりに私や町のことを心配しているのです。それに今差し上げられるものは、本当にそのワインしかないのです。どうか私たちのせめてもの気持ちとしてお受け取りくださいませ。私は今猛烈に感動しておるぞ。はい、いや、わかった。皆まで申すな。ワインの礼と言ってはなんだが、これを受け取るがよい。うわー、残りのお金あげんのどうすんの、これから。あれ、このような大金いただくわけには参りません。構わぬ、構わぬ。私にとってははした金だ。見よ、まだこんなにあるのだ。いや、ゼロだよ、もう。わっはっはっは。で、あるから心配いたすな。それであの少年にうまいものでも食べさせてやるがよい。王子様、ありがとうございます。あ、また増えてる、コインが。入ってみる？これ、アイテムとかどうやって使うんだろう？王子様、僕のワイン困った時に飲んで、スタートボタンを押してみる。なんか出てきた。あ、こんな感じに使うのかな？ちょっと、操作方法がまだわかんない。ホールドってなんだろうね。
で、セレクトは特に何もないと。この辺とかは？え、B 長押しでダッシュとかはできないね。昔のゲームだから、ちょっと操作方法だけ見ようかな。完全初見プレイだとちょっと厳しくないです。まあ、ちょっとずつ覚えていくか。中入れるかな。まあ、これは多分調べられないよね。これなんか多分回復なんだろうな。十字みたいな感じで。患者さんがいるってことか。私が回復するわけじゃないのか。苦しいよ。こっちからも話しかけられない。痛いよ。ナースさんとかいないね。じゃあ、老人。何度お一人で姫を助けに行かれるのですか？それならば、旅を記録できる日記帳を差し上げましょう。これでやっとセーブができる。使い方はスタートボタンを押してカーソルを合わせて A ボタンですぞ。うむ、すまぬ。ところで、宮殿へはどう行けばよいのか教えてくれ。ここを出てまっすぐ北へ行けばアクレア宮殿です。ゲロニアンのボスはデラーリンという化け物で、最上階で春まで眠っているという話です。今、いつだろう。気をつけて行きなされ。冬なのかな？で、あとカエルはいつになったらなるんだ、私は。これセーブ。日記をつけるか。あ、上か。イエス。あ、そんな感じであるのか。おー、なんか始まった。操作説明がわかんない。港町、清水。行ってきるよ。話しかける。おー、そうやって戦うの。あー、なるほどね。当たってこうやってやるみたいな感じか。下のライフのやつで。この、宝石みたいな、なんだろう。あ、でも私のライフめっちゃ減ってきてる。大丈夫かな。イケイケ玉です。ライフゲージを回復し、あ、ここで回復できるってことか。経験値システムとかはないのかな。なさそうだね、なんか。多分これ、ライフは多分増えるんだろうな、今後。で、何ターンで敵を倒して先に進むかとか、そんな感じだろうね。この敵にはぶつからない方が良かったかもしれないね。左行けない。あれは岩をやってる。この、あれは木はどうなんだろう。なんか切れそうな感じもしますけどね。この先一般人は通さぬ、帰れ帰れ。何無礼者、私はチョメ王子であると。この先の宮殿に用があるんだ、通す。うん、通りたければ俺を倒して行くんだな。え、ちょっとライフ減ってるけど大丈夫かな。その態度許せぬ。手打ちにいたーす。これ勝手に進んで、え、ちょっと待って、全然ダメじゃん。全然食らってないよ敵。ダメだ。え、ゲームオーバーかなこれ。そんな剣ではビクとも線は出直しとか。なるほどね。剣が必要ってことか。チョメ王子は剣と虚しく倒れた。だが君の力はこんなものではないはずだ。立て、立つんだチョメ。皆さん初見でここをみんな全滅してるでしょう、多分。誰か倒れてるぞ。病院へ運べ、運べ。攻略ではないからね。初見プレイだから。あ、ここは病院。では誰かが運んでくれたのか。あ、でも病院ぐらいやり直しするってことか。え、右下のやつは今持ってる棒みたいな感じなのかな。じゃあ、これ右行くしかないんじゃないの。OK。で、戻ったら多分回復しますもんね。あの橋降りるのかな。なんか楽しそう、これ、マジで。これ左下は戦わなくていいですよね。なんか落としたりとかそういうのないですよね。よし。行くか。お、やっぱ宝箱か。わしはアイテムを授ける。お約束通りの地下老人。さあ、ここにあるアイテムを二つとも持っていき、二つとももらえるの？あ、これ横から入れるんだ。あ、青銅の剣を手に入れた。右下なんかどんどん変わっていくんだ。その剣なら弱い敵を一撃で弾き飛ばす。さらに、ゲロニアン兵ともまともに戦えるはずじゃ。ここ先来ないといけないんだね。よし、じゃあこっちは？ライフストーン。あ、1アップした。4だ。セイントストーンという不思議な力を持つ石、ライフパワー、スピードの3種類があって、それぞれ手にしたものの力をレベルアップしてくれる。今お前が手に入れたのはライフストーンじゃ。見よ、お前のライフゲージがハート1個分増えたじゃろ。おお、これはラッキー、ありがたくいただいてるけど。王女、セイントストーンはまだたくさんあるはずじゃ。宮殿やいろいろなところをよく探して集めるがよい。大丈夫かな、あの最初の町とか全然調べてないけど。多分大丈夫だよな。もう一撃ってそういうことか。お前なんか持ってるか、持ってないか。いや、これ気持ちいいな、すごく。じゃあ戦うか。はい、この先一般人は通さぬ帰れ。はい、じゃあこれ怒り役です。
これでハートが減っていくってことか。ちゃんと、お、減ってる減ってる。意外と敵強いね。 OK 勝てた。クックソ覚えてろよ。このゲーム面白いよ。今ところこら待て、そこに直れ。あ、なんか落としていった。間抜けだな。待て、ま、あいつ何か落としていったぞ。マップ手に入れた。これはこの国の地図。ん？何何？このマップをアイテムとしてお使いください。十字ボタンでカーソルを動かし、地名が見られますか？これは便利なものを手に入れたぞ。おー、なんだ、地震みたいなのが起きた。動かせないな。まるで仕組まれたような大地震。震度7というところか。もう右と左行けなくなっちゃった。もうそんなことで宮殿急がねば。え、これ戻ったかな、左。ああ、木はあるか、ちゃんと。この先、行けるようになったかなと思ったんだけど、地震で。そうではないか。ちょっと、とりあえずマップ見てみます。スタートがあって。てか。もう結構ちゃんとなってる。まっすぐ行くのか。で、お城行って、ここですよね。エクレア宮殿。この横とかは。城下町。アラモード。ゲロペップ温泉とかなんかいろいろあるね。で、この辺は調べられる。タルト高原とか、ちゃんと名前ついてんだね。ここ気になる、すごく。娯楽の電動株式会社。ナンテンド。あここ多分行けないやつじゃない。ニンテンドってことでしょ、多分。どうだろう、行けるようになるのかな。いや、なんか楽しそう、マジで。右下のこの山も行くのかな。いや、もうなんか結構、ありそうですよね、ボリュームが。よし、行くか。看板読むよ。北エクレア宮殿、港町、ミーンズ。これ右と左、一応、看板、まあ、いっか、入るか、先。この宮殿のどこかに姫とリチャードがいるはずだ。ゲロニアンのバカ野郎、もう頼まねえよ。おめえも架け橋のスイッチを探しに来たのかい？いや、私はチョメ王子。ティラミス姫を探しているのだ。そのこと、姫を知らぬか。さあね、けどリチャード王子も同じことを聞いてきたな。何、リチャードとな。リチャードはどこだ？早く申せ。おめえ、何一人で興奮してんだよ。あの王子さんならもうここにはいねえよ。今のままじゃ姫を助けられねえ、とか言って、城下町に行ったぜ。城下町右だったかな。うむ、では私も城下町へ行った方が良さそうだな。そいつはダメだ。ゲロニアンが架け橋を外しやがったからな。おかげでオイラ家に戻れなくなっちまった。ここを左に行けば架け橋のスイッチがあるんだが、その架け橋のスイッチを守ってるやつが強えのなんの。オイラの見た感じじゃとても今のおめえじゃ勝てそうにもねえな。ちょっと鍛えないといけないのか、どっかで。仕方ねえから、おいら、お堀を泳いで渡るよ。じゃあ、パヨ、王子さん。さて困った。実は王子は金槌でした。こうなったら何とかしても橋を架けるしかないようだ。これ左行っても勝てないってこと？今。ちょっと行ってみる。上、架け橋のスイッチの部屋。力を得続く。これ病院でしょ？どうせやられても。でも一応進めるのは進めるけど、ああ、ここか。どうやって上がるんだ、これ。まだいけないってこと。なんかジャンプ力とかもアップさせないといけないってことかな。なんか操作方法また変わりましたよ、少し。謎解きもあるのかな。この横にもなんかいけそうな感じはしますけどね。押して。押せない、押せない。まだダメなのか。ここから戻るんですよ。右は？あ、右もなんかいろいろあるな。こっちでなんかやるのかな、今回は。開かない。鍵を手に入れるのかな。なんか宝箱がめっちゃある。宝物庫かな、これ。なんかスペードとかダイヤとかあるけど。左の扉を開ければ、デラーリン様の寝室へ続く。なんか必要なんだろうね。ちょっと私無駄なことやってるかもしれない、これ。ちょっとまだここのお城じゃないかもしれない。クラブとかあるね。謎解きも出てる。この兵士勝てるか。お、勝てるね、なんとか。
次あれ回復ですよね。オッケー、ちょっとライフ回復していくか。来い3とかカツアゲしてる。イケイケ玉です。ライフゲージを回復します。これだから戻るときは上から落ちてからこのライフは節約みたいな感じかな。宝箱は手に入る。これ今日はこのお城をクリアするか。なんか分かりやすくていいですよねこのゲーム。OK。 でもお金稼ぐためにはこれ戻ってもう一回戦ってとかやるのかな。あ、パワーストーンを手に入れた。王子の力が1アップした。強くなったってことだな。くせ者だ、出会え出会え。いっぱい来た。ここを通すだけにはいかん。デラーリン様のこの命令だ。勝てるかな。力アップしてるから。おい、やばい、やられそう。ダメだ。歯が立たん。引け引け。あ、よかった。私ライフないよ、もう。お、ジャンプ力アップした、今。金づちだよ、私。ごほう、しまった。私泳げなかったのだ。あ、やられちゃった。病院かね、直しかな、これ。あ、病院、病院多すぎ。なんで増えてんの、こんなに。めっちゃ増えてるじゃん、病院が。ちょっと、どうするんだろう、ここから。地震で怪我をした人々で病院は溢れております。なるほど、そういうことね。どこ行けばいいんだろう。まだお城の中じゃないのかな。ちょっと右と左行けるけど、でも架け橋が必要って言ってたから、行けないんじゃないのかな、多分。で城下町って架け、ね、破れてるよね、架け橋。これスイッチでもないし。左は？あ、左は行けるよ。階段がある。なんか地下に行ったよ。もうジャンプ力上がってるからね、すごく。あ、でもなんかパワーがいるんだろうな、これ多分。あ、これも泳げないからダメじゃ。お城に戻らないといけない。だからお城で何かやるんだろう。と思うんですけどね。じゃあお城に入るか。左はもう行けなく、あ、ジャンプ力上がったから行けるのかな。ジャンプ力上がったじゃないですか。最初ちょっとジャンプ力が足りなくていけなかったけど、ここのジャンプ力が上がったから多分大丈夫と思う。あ、まだ足りないかこれ。あ、スーパージャンプできた。上でこれですわ。この上を押してからシュッて。よかった、気づいて。ここを通すけんいかん。デラリン様のご命令だ。戦う。いい度胸だ。かかってこい。あ、ライフ回復しとけばよかったかな。やばいやばい。ちょっとライフが足りないな。回復してから行くってことかな。また病院からです。なんかイケイケ玉ありましたもんね。リベンジや。同じところばっかり見せて申し訳ないですけどね。これが初見プレイというものです。だからハートが今3つじゃないですか。で、この右のところにね、回復があったんですよ。右だったかな？これ。これで回復して、今の敵と戦うんじゃないかな？そしたらギリギリ勝てるみたい。無理だったらまた考えよう。それしかないですもんね。右はもう水だし。よーし。で、上を押して、上を押して、はい、ジャンプか。よーし、これで戦うよ。戦う。いけ！頼む！勝てる！君ならできる。おお、ギリギリ勝てた。スイッチの番人を倒した。いや、ほんとライフギリギリだった。これこれかな。おーし、駆け足を落としたよ。私は何回ね、病院運ばれるのでしょうか。これで橋がかかるはずだ。これで外の橋がかかってるってことですよね。よし、右は行けないから。で、左もなんか、海だったから、右のこの架け橋が。これ、治ってないぞ。
あ、治った治った。お湯出る人なんだ。あ、架け橋がどうやってスイッチを。てめえ、王子だなんて言ってたくせに、やっぱり奴らの仲間だったのか。あ、泳いでいくって言ってた人。これか。泳いでる最中だね。よーし、いけたいけた。早っ。めっちゃ早いな。これ上はどうなんだろう、まだかな。なんかいる。まだ海には入れないからね。今、白っぽい子のボート乗り場は使えません。こうボート乗り場みたいですね。結構私もう25分くらいやってんだ、このゲーム。なんかあっという間に時間が経つんだけど。楽しくて。城下町、アラモード。もうちょっとやるか。おお、なんか集まってる。ヒソ、ヒソ、ヒソ、ヒソ。あ、なんかカエルがいる。そいつがよ、ゲロニアンにしかかけられねえはずの橋をさ。あ、あいつだ、みんな隠れろ。なんか疑われてるんだけど、私。ゲロゲロ。ゲロゲロ。これは何だろうね。私ここでカエルにされるのかな。かけ、壁ヘプ新聞、ミルフィーユタイムズナンバー1。王子城下町に到着。何かを隠す怪しい人々。え、なんか怖いな。誰もいないんだけど、怖。これどうせ話しかけてもゲロゲロしか言わないでしょ。いないよみんな。どこにいんだ。ちょっと病院で休みたいんだけど、ライフがないから、誰もいない。入らなくてもいいかな。どっかにいるはずなんだけどね。どこに隠れてんだろう。あ、井戸の中か。ゲロゲロ、ゲロゲロ。なんだこのカエル、やけに慣れ慣れしいぞ。いえ、入れる。あ、ついてきてる。じゃあ先に行こう。深そうな井戸だ。あ、ダメなのか。話しかけていかないとダメなのかな。ちょっとわかんないな。あ、いらっしゃいませ。あ、おっとごめんよ。あ、金全部取られた。こら、無礼者。ん？あ、私のお金がない。持ってきたお金が一クリもなくなっておる。さっきの男すぎだったのか。あ、これ、どうやって買うの？あ、こうやってやるのか。回復のコインは25クリか。めちゃめちゃ買えたんだね、本当だったら。木の盾100クリか。これ何？リンゴ？毒リンゴ？この品物は売り切れです。ババロア山に行けばあるのですが、なんで置いてあるのじゃ。レプリカ？ノコギリ16回分。16回なんか木を切れたりとかそういうのもするのか。なるほどね。あ、待て！金返せ！あ、真っ暗だ。え、さっき入った時真っ暗じゃなかったよ。何も見えぬぞ。誰か明かりを持て。ふふふふ。飛んで火に入るゲロニアン。さあ、皆さん、やっちゃってください。ほら、疑われてるよ、私、ゲロニアンと。よせ。くそ。この、う、ゲホ。まだだ、まだ。ゴホ。上。ライフ減ってないけどね、左下。く、多勢に無勢、無念、学。え？お、びっくりした。お、お気づきになられましたか、著名王子様。いたた、闇討ちとは卑怯なり。この町の人間は私に何の恨みがあるというのだ。お許しください、王子様。つゆ知らず。ジャムの話で、てっきり、あなたが、ゲロニアンの手先かと。ジャム？あの泥棒か。あいつはどこだ？成敗する。それがジャムはお金を持ったまま行方不明でして。きっと、町の東にあるババロア山に逃げ込んだに違いありません。ババロア山とはな？それはどこだ？はい、町の南にババロア山へ続くハイキングコースがあります。しかし、その途中には、化け物がうろついておりますし、頂上には、伝説の魔女、マンドラが住むと言います。伝説の魔女、マンドラ？何者だ、そいつは。マンドラは、国乱れし時現れるという伝説の魔女で、あの、デラーリンを倒す方法を知っているという噂です。何？デラーリンを倒す方法とはな。よーし、行く。マンドラとやらに、会いに行くぞ。お待ちください。マンドラが本当に我々の味方かどうか。
先にババロア山へ向かわれたリチャード王子一行もあれっきり。リチャードもババロア山へ、ならばなおのこと行かねばならぬ。あ、カエルがずっとついてくる。さっきの町か、これ。色は入れないんですよね。さっきのちょっと入ってみるか。誰もいない。話しかけてくれんの。もう話してみるか、この人とかに。ババロア山へ行くなら町の店で装備を買い揃えた方がいいよ。いや、お金がないの。誰もいないのかな。あ、いる、女の子いる。最近やけに町の中にカエルが増えたような気がするんですが、このカエルは何なんだろう。ババロア山のマンドロンは怪しげな果物を作ってるらしい。あれでカエルになるのかな、私。どうなんだろう。まだちょっと見てないところとか、話しかけてない人ちょっと話しかけていこうかな。せっかくなんでね。あ、誰もいない。ちょっと病院も話しかけてなかったな、みんなに。どうせ、いたたたたとかしか言わないと思うけどね。私は医者です。ハート一つをニクリで治すよ。これ、全滅した時はただだけど、全滅してない時は、こんな感じに回復するってことか。うん、痛いよって同じ人じゃねえか。うん、苦しいよ。なんかさっきも聞いたような気がする。笑っちゃダメなんだけど。こっちは女の子いるよ。この町の店で売ってるノコギリはある種類の木が切れるんです。私は娘がゲロニアに連れてかれないように見張ってます。王子様といえど中へお入れすることはできません。中に娘さんがいるってことだね。これだから右行くってことかな。ここ入ってみるか。月並みですが、敵を倒せばお金を稼げますよ。それでなんかお金でなんか武器を買うみたいな感じか。おお、なるほどね。10、お、結構たまるね。これでじゃあ装備を整えてから行くか。25とかいっぱいいる。調子乗ってたらあれだな、ライフがないからこの調整が大変ですよね。あ、これ木が切れるってことかな。この、あ、上か、これは。だ、ある程度戻ったり、あ、ライフも一応こうやって回復できるのか、敵を倒したら。なるほどね。ノコギリは多分この木を切るために使うのかな、これ。で、先にこの行ったりとかか。あ、宝箱あるよ。現金50クリを手に入れた。いいね。ちょっとハートがやばい。これは岩みたいな感じだね。で、この木も破れるみたいな感じか。ちょ、戻れないんだけど。敵がいて。大丈夫かな？全滅したら私お金どうなるんだろう。130あるけど。減っちゃうのかな？それも気になるね。ちょっとやられてみる。多分これやられちゃうけど。130です、今、お金が。半分になるのかな。お、お金減ってない。130だ。おー、なるほどね。じゃあ、ちょっと、これは敵を倒して、これだな。まあ、ノコギリとか、ノコギリとこれを買おっか。木の盾100クリです。これも買っとくか。ノコギリから買えばよかったかな。これでダメージ減るみたいな感じでしょ。60クリ、あとちょっとか。30だね。結構お金も貯まりやすくていいですね。あの、ハートの薬っていうのもこれか。これもうまいこと使っていくみたいな感じになってんな。いや、面白いな、これ。じゃあちょっと敵を倒すか。また全滅戻りみたいな感じにしよう。で、いろいろ手に入れていこう。こっちは？右降りましたっけ、私。45。ハートもいいですね。まあ、できればお金の方がいいのか。なんだこの木は。お化けの木に注意。あ、ちょっと待って、お化けの木の注意って言われたんだけど。やばいやばいやばい。やられて、これ逃げるためってどうする。キャンセルできた。あ、これで逃げるできるんだ、途中で。 いかん、逃げられる。うー。途中でアイテム使ったりとかもできるのか。なるほどね。
また病院からになっちゃったな。いや、分かってきた。だんだん。どっかでなんか手に入れるってことですよね。面白いな。ちょっとずつ分かってくる。これ2周目だったら多分サクサクにできますよ。攻略動画出すか ?2 周目は。初見だとこんな感じになっちゃうけどね。で、これはさっきのおじいちゃんでしょ?ここなんかあったかな?ここ離れたかね、私。お化けの木は、いや、倒せたかの、の、やつは手強い。なんなら放置してやってもよいじゃん。どうじゃ、放置して。まず、城下町で盾とノコギリを買うのじゃ。が、まだそれだけでは十分とは言えぬ。続きを聞いたイエス。この辺りには、ギルル木がたくさんあるはず。ノコギリを使って、できる限りのことをやってみなされ、そうすればきっと道は開くであろう。うわぁ、すごくいいヒントだったね。ヒントもわかりやすい。めちゃめちゃ。ノコギリも買えるな。あの木とか切ってみるとかかな。ちょっと下行ってみようか。さっきのところだよね。で、木がいっぱいあるからね。この木をどんどん切っていくってことだよね。じゃあちょっとデスルしよう。で、最初のところの町のところのあれは岩だったかな。木じゃないよね。金もいっぱい手に入れたい。90か。せっかくだからね。お金もどんどん貯めとく。まあ、ハートはいいよ。今後使うかもしれないから、ハートはいいよ。どんどんもう無限に回収できるみたいな感じになっちゃったな。いや、ハートだ。全回復しちゃった。じゃ、ちょっと、ノコギリ買ってくるか。よし。上だね。ライフのやつは買わなくていいかな。お金貯めとった方が良さそうな気もするしね。ここでノコギリを買うと。16回分買う。60切り。いいノコギリを手に入れた。これって木が復活するのかな、切った後。多分一番端の木が怪しいんだけど、私的に言うと。ちょっと行ってみるか。今日はこのお化けの木を倒すまでやってみるか。多分これですよね。あれ?違うのかなこれ。どうやって使うんだろう?スタートボタン?これで使うのかな?あ、使えた。階段があった。お宝箱。ライフストーン。ハートが1アップした。いいですね、すごく。こんな感じに使うのか。またノコギリって買えるのかな?お金貯めたら。結構安いですね。あ、一回こうやってやってから使わないといけないってことは。ちょっと大変だな。発見でもなんかやってる、いろいろ。あ、でもセットしたから大丈夫かな?あ、ちょっと待って!これノコギリだからか。そういうことか。今ノコギリだったから、なんか、ダメみたいな感じになってるのかな。え、ちょっと待って、このキャンセルの方がわかんないんだけど。どうすればいいんだろう、これ。あ、なるほど。X みたいな感じでキャンセルできましたわ。操作方法がまだわかってないという。だから一回装備したら、大丈夫だね、これは。なんかやりやすくなってる。取れないか。OK。これ、だから木はどんどんこうやって切りやすいといえば切りやすいね。敵に当たる前に、これ敵に当たっちゃうかな、当たらないようにして。これも怪しいんだよね。あった、あった階段が。待っておったとちょ、王子。このアイテムを持っていくが良い。アイテム先取っちゃおう。スピードストーン手に入れた。スピードが1アップした。スピードストーンはその後の攻撃数を増やしてくれる。いいですね、すごく。ちょっと戦ってみる?おぉ。なるほどね。お化けのやつ倒せるようになったってことかな。あ、この辺関係ないよね、多分。木は。いや、めっちゃ楽。ここ、あ、一回木を切れば全然大丈夫だね。じゃあちょっと装備して。これ、ノコギリでも倒せんのかな。どうなんだろう。あ、ここもなんかあった。あ、ライフ回復するやつだ。イケイケ玉だ。これもちょっと使ってみるか、一応。横のやつ。何もない。あ、危ねえ危ねえ、敵にぶつかっちゃう。
特になんもないね。仲間の木が消えたみたい。これは切れないね。よーし、オッケーオッケー。セーブをしとくか、一応。これちょっと戦ってみようかな。イエス。で、X で外して。よし、戦うよ。勝てるかな。おお、いいね。いや、減ってないよ、相手。あ、そっか、逃げれないのか。ノコギリ使うのかな、こいつにも。マジか。剣じゃダメだから、ノコギリだな、これは。ちょっともう一回行ってみよう。あ、こいつを倒すまでが今日だから。で、最初のところってどうだったっけ？あれ、岩だったかな？ちょっと後で確認するか。イケイケ玉があるからね。この辺の敵は普通に倒せるんだよ。いや、気持ちいいよ、ほんと。でも、左も埋めちゃったからね、あの、ところは。あ、で、こうやってやったらお金が無限稼げるぞ。回復して。よーし、じゃあ装備するか。ノコギリ。これでいける？いけるか。おー、いいね。これ回数減ってないよ、右下。やっぱ君はノコギリだよな。お、ギリギリが出た。なるほど。だからやっぱライフとかも必要だったってことだね。すべて集まったら先に進めるみたいな感じになってる。いや、すごい。うまくできてるね。めっちゃいるじゃん。ボスじゃなかったのこれ。嘘だろ。しかも逃げれないんでしょ。結構きつくね。なるべく戦いたくないんだけど。これでいいんじゃない。こんな感じで。これでなんか無傷でいけました。皆さん。一応ノコギリ装備してるけど当たった時の。よーし、OK。で、キノコみたいな感じか。ノコギリちょっと外しとく。あれ？また戻ってきただよ。ほら、迷っちまっただ。なんだ、迷いの森かなんかか。山の頂上への道はマンドラの魔法がかかってるのが、どこまで行ってもここに戻ってきちまうだよ。あー、簡単じゃん。北、東、北、西、北じゃん。普通に。え、でも、2と3って書いてあるのなんだろうね。切りがいいからここで終わるか。ご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。